事実が分かったことだとか、私の思いだとか、しっかり斉藤知事にぶつけて、あとはまあ本人に判断を委ねるしかないんで、はい、そこはしっかり発言したいと思います。委員会のメンバーとしてちょっとこう思いというか、そうですね、まあそのまあ、100条の中でさまざまな課題も浮き彫りになってきましたし、まあ、広域通報の保護法違反だということも共通認識が得られたん で、まあ、あとはまあ知事が対応するだけですよね。そこはしっかり今日の発言の中でも言って、知事に対応の見直しも促したいし、辞職も合わせて、しっかり伝えたいと思います。今日のこの日の質疑に載せられる思い、どんな思いを載せられるか。そうですね、まあ、あれですね、やっぱり最初のスタートがね、非常にやっぱり悲しい出来事が起こったんで、で、まあ、その人が、県議局長が考えた思いもしっかり受け止めながら、今回の発言の中で生かしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。個人情報の応援も大問題で申し出を出されましたが、表に出てくるのかどうか分かれるんですけど、政策はやっぱりあれですね、権利ですよね。よろしくお願いします。申し出はホームページかなんかに公開されてますか。また良かったらデータを送ってください。メールアドレスが入っております。ノート全部ちょうど会長先生が席してますね。県民連合がいち早く不信任案出そうと言ったのが、そうですね、これはもう嘘偽りない事実なので、はい、分かりました、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。